ひらぼんでございます。本日も早速始めていきたいと思います。24時間常時放送のインターネットテレビシャネラ TV がお届けいたします。きっかけアラカルトということで、本日もね、番組の方を担当させていただきます。スーパー変態サラリーマンのひらぼんでございます。よろしくお願い申し上げます。ということでね、まあ、9月ももうそろそろ中盤も入るということでございますけども、まあ、この番組ね、もうこれでかなり、もう1年半近くこうやってきました。まあ、今までですね、こういろんなゲストさんがこうどんどんね、お越しいただく中で、結構これね、準備とか、後からのいろんな作業とかね、これ実はこれ結構大変なんですね。まあ、この作業も大変な中ですね、まあ、それはね、局長ですとか、S. アミコさんとかいろんな方がこれ頑張ってくれてるからね、この番組が作られていくわけでございますけども、まあ、実際タイムスケジュールを出したりとかね、こうこうドーンって入るような背景の準備をしたりとか、いろんな作業があります。まあ、その中で僕もですね、一応こう見えましても実は緊張するんです。これ番組やっぱやるときはね、してない？いやめっちゃしてますから。ところが最初の3分ね、これ喋るのがね、なかなかね、フリーなんで難しいんですけども、まあ、ただね、すごく僕もよく分かってて、段取りよく進むゲストさんもいらっしゃればね、まあ今まではもう一番ひどかったよ、なんかこれ言うてええんか悪いか分かりませんけどね、もう外国人さんにジャックされて、もう言葉も通じひんし、通訳もちゃんと喋ってくれへんし、もうむちゃくちゃやった時もあったりとかね、なんか不思議な、ミュージシャンさんが来たりとか、まあそんなこともね、ただあって、まあそういう時は一番ね、こっち側としてもこう段取りよくいかなかったりとか、トラブルなんかが起こりやすくなるんでね、非常にこう特に緊張して始めないといけないわけでございますけれども、実はですね、私今大変、恐怖を感じております。なぜ感じてるか、実は今日のゲストさん、ここに座っておられるんですが、全然何者か分かりませんね。今思うと、なんで呼んでしまったのだろうと、いう言い方もありますけども、でもなんかね、こうパンとこう直感が来たんですね。なので今日はもうお越しいただいております。ホームページもなければまだ活動もしてない、何かも分かれへんのに来てもらったという、なんという番組作りということでございますが、今日はまあ開けてびっくり玉手箱でですね、不思議な、お二方が、違う時空間からねやってきてもらっておりますので、ぜひこの後楽しみにね、いろんな話聞いていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ということで本日もきっかけアラカルトスタートです。キッズのためのタレント養成所、シャナラキッズアカデミー。シャナラ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナラキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャナラキッズアカデミー。ということで、ね、早速ゲストさん、お呼びしたいと思います。本日お越しいただいておりますのは、真にふざけるキリとセラのいちご物語エンターテイナーであります、いちごさんです。どうぞ。あらまあ、不思議なお二人がやってきて、今日どうもありがとうございます。お忙しいところということでね、いちごのキリさんとセラさん、キリさん、セラさん、セナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、まあ、なんともかんとも不思議な入れたちでございますのでね、ぜひチャンネル変えないようにだけよろしくお願いしたいと思います。ということで、まあ、ちょっとね、簡単で結構でございますので、まあ、これねテレビ初登場かと思いますので、まあ、ちょっとね、お二方はまあどちらでもいいですし、両方でもいいですし、ちょっと簡単にちょっと自己紹介なんかしていただけたら嬉しいかなと思いますね。本当ですね、いちごって名前つけてるんですけど、はい、そのいちごっていうのは、その西暦15,000年、はい、15,000年、はい、の地球っていう、150世紀、はい、そう、150世紀の地球をモチーフにした活動をしてます。はい、ほーということがそうでございますね。もう音も鳴るし、150世紀もうむちゃくちゃな、もう始まってそうそうな展開でございますけども、まあ、こんな感じで、ね、進んでいきたいなというふうに思いますけども、いや、ね、まあまあ実はね、知ってる人は知ってるという、今キリ君の方ですけども、実はね、ちょっと、スピリチュアル界ではちょっとすごく有名な、時空案内人のスグル君という、ちょっと言っちゃいましたけどもね、実はこの間ね、このアネモネイルね、本の方にも実は
持って、これあの実はもう表紙、これすごいですよ、表紙でこれ何ページあるねんっていうぐらい特集で載った方でございますけども、本日はねいちごさんで来ていただいておりますんで、ちょっといちごの話をですね、なんかポーズあるんですか？あります。はい、じゃあ決めポーズ。はい、キーです。セラです。いちごです。これ流行ってるんで150世紀で流行ってると思うんでね、だいぶちょっと浸透してきたよね。あ、これ やっていいですか？やってください、ぜひ。21世紀でも、うん、ございます。ということでね、まあ、そんなあお二人でございますけど、まあ、ちょっとそのお伺いしたいのはですね、これなんでこれちょっとこういうような形で活動しようっていう風な、いや、やっぱそのセナがよく言うんですけど、そのこういうなんだろう、こういう感じの活動をしてて、はいはい、でセッションとかいろいろするんですけど、うん、なんかまあみんな重たい、なんか空気重たいよねって話してて、あ、なんかこう空気というか波動というか、うん、なんかやっぱりもっと軽くなればいいのにって話してたら、まあ、疲れてるからだよって言ってみんな疲れてるからだよ。あ、なるほどね、はい、地球人疲れてる、うん、重たいですよ。あ、だからそれは多分あのキリの方がスグルとしての活動が重かったんだなって。なるほど、このスグル君としての活動が重い感じ、そうそうそう、重い感じにしてたなっていうので、はい、あ、じゃあもうちょっと軽くやったらいいんじゃないかな、もともと軽い人だったから、はい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 、あ、本当は軽かも、そう、軽いんだけど、やっぱスグルとしてはちょっと重くせんと、そう、重くせんと、はいはいはい、やっぱ人として重い、重さも大事かなと思ったんだけど、うんうん、ね、重い、いや、なんでしょうみたいな感じに言われて、一回か完全にちょっとやめて、はい、抜けてみようかってやってみたら、うん、意外とその反応が良くて、あ、なるほど、いつものスグル君と違うスグル君になった時に、まあまあキリ君になった時に、うん、うん、元のスグルがキリなんですよ。はいはい、元のスグルがキリね。そうで、社会的にちょっとちゃんとせんとねって感じで頑張ってたのがスグルの活動だったんで、あー、なるほどなるほど、もともとはキリなんですよ、もともとキリで、なるほど。ちなみにあの真にふざけるじゃなくて誠にふざけるって、誠に、ま、誠に申し訳ございません、誠だそうでございました。はい、はい、なるほど。このなんかあのフレーズは出てきましたね、急にね、はいはい、誠にふざける、そう、誠にふざけきる、はい、ふざけきる、いちごからね、そう、いちごから切り割れたんで、いちごはどこにあるんですか？いちごは、あの、150世紀の地球、地球、150世紀の地球ってどんな感じなんですか？150世紀の地球はどんな感じですかね？あー、もう、はっちゃけてますよ。はー、うん、はっちゃけてる、はっちゃけてる、その表現がベースで、はいはいはい、はい、その、うん、なんだろう、表現がベースなんですか？そう、みんな一人ずつがこう楽しい表現してて、うんうんうん、自分のブロックがね、恐怖心がない世界、あ、そう、なるほど、ね、あ、ということは逆に言うと今ここは、うん、やっぱり恐怖心っていうのがあるから重くなってたりするんですか？あ、そう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 、おー、なるほど、うん、恐怖心がない世界ってどんな感じになってるんですか？いやー、よくわかんないですけど、はい、なんかものすごい適当な世界、適当な世界、その場その場のなんか感じでやってる。恐怖心がないから執着もないんですよね。あ、そうか、恐怖がないから執着、そう、これ手放したら嫌だとか、うん、怖いとか、うん、事故ったら嫌だとか、この人を手放したくないとか、はいはい、まあ、お金こんだけいっぱい持たないと危ないとか、はい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 、そういうのも全くないので、はー、うん、ということはそういう何かネガティブな感情が例えば一つあることによって二つになり三つにもなりでこうどん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 増えちゃうっていうことなんですか？そんな感じですかね。はー、それが150世紀はないんや、ね、はー、こんな感じが、ね、こんな感じね、一番近くて、ね、好きに自由にみたいな、こんな感じの人が流しながらわははは、みたいな、いっぱいいます、なるほどね、
やでもねこれちょっと教えてほしいのは、うん、そのね150世紀のところからこれなんでちょっとこの21世紀ちょっとやってくることになったんですか。そうそうそう、それいろいろありまして、はい、研究家だったんですけど。研究家さん。そう、研究してました。研究、いちごで研究をしていて、はい、で、あの 6.5 資料館っていうところ。 6.5 資料館っていう資料館がいちごにあるんですけど、はい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 、でそこでちょっとマニアックなね、はい、感じのものが、うん、資料が置いてあって、はい、そこで人間の始まり、人間の始まり、はい、そう、はい、2016年って書いてあって、うん、はい、21世紀、はい、で人間の始まりってどういうことだろう、始まったってどういうことかなってことで、はい、ちょっと見に行きたいなと思って、はい、で何ぞかんぞでちょっと口説き落として、うん、公園に連れてきた。せいやさん本当家やったんですか。いや興味ない、うん、興味なかったです。あ別に興味ないしみたいな基本人に興味がないから。あそうなんや、うん、そうそうそう。え、でもなんか今回キリに説得されて、説得されて面白そうだなと思って。あ、でもそれでもちょっと面白そうかなっていう感じでは降りてきはってて、うん、はあ。でも実際それでねこう体験学習じゃないけど来てみて どうですか。いやこの世界どうですか。結構割と最初しんどかったですね。おー、うん、しんどかったですね、うんうんうん、でもなんかちょうどいい規定になってて、はい、なんかちょっとなんか起きたら180度人が変わるじゃないですか今の時代。戦争時代とか来てたら戦後間もないとかにこれで行ってたら、うんうんうん、完全に多分処刑されるんじゃないかって感じだけど確かにね、うん、間違いなく撃たれると思います。撃たれるよね、はい、うんうん、ことしたね、はい、でそういうな意味ではちょうどいい時代だよね。でもまあ来てみて、まあ、重かったけども、うん、どんな感じでしょう。いや楽しい感じ楽しい感じ楽しくなってきて楽しくなってきて、うん、楽しくなってきてどんな感じですか。ノリノリです。ノリノリですノリノリです今地球。でも違う、そんなに違うわけですねこれね。あそう違うね、と、うん、全然違う。もうあのたまに、はい、いちごに1回やっぱ帰って研究結果とか発表して帰ってくるんですけど、それはちゃんと死に帰らんとか、そうそう、論文があるみたいな感じで、はいはいはい、で物持っていけないんで、はい、記憶して持って行って、はい、それはダメなの。ダメ、物質を行き来させちゃダメなんですよ。物質を行き来させたらあかんねん、はい、覚えるしかない。覚えるしかない、はい、で覚えて帰ったやつを向こうでそう話してしてて、はい、そうすると1ヶ月間ぐらいとかいると、はい、帰ってきた時にギャップが激しすぎて、おなんかおお、うん、しばらくきついですね。お例えば、はい、法律とかも、まあ、法律的なものも一切ないので、うんうん、なんだろう、時間の制限とか、はい、車乗ってて80キロ超えても、はい、捕まらない世界なので、うん、でこっち捕まるのでで捕まってね、で今日捕まって捕まって捕まってしまう。なるほど、地球はね捕まっちゃったよみたいな制限、そういう制限の星なんですね。知らなかったです。バイブレーションも低いし、うん、知らないで制限、それでうまく回してる星だから、うんうん、その辺がバランス取らなきゃね。もうちょっとね、いけませんね、いけませんね、はぁって思ったんですけど。なるほど、捕まっちゃったんやなんで、とりあえず車やめようと思って車やめようと、うん、車運転はもうやめようと、はい、で今月の11日でやめて、はい、で、あとは保険もやめとこうと思って。保険保険とは生命保険。生命保険はやめとこうかな。おこれちなみに向こうでは生命保険ない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 、もう意味が分からないから、その死ぬ時には死ぬし死ぬ時には死ぬし事故る、いや事故るっていうことがあんまないかな。事故が起きる病気で事故もそもそもないし、うん、不調和が起きないから、そこは。あ、なるほど、ま、でもね、よう考えたらその保険かけるっていうのもこうなるんじゃないかっていう、これ恐怖心でもあるもんね。それがないんやったら、うん、かけない、まあ、いらんかなみたいな。もっと今に集中して、はい、今のこの楽しい感じだけ感じるみたい
まず今のここ、うん、そうやってもう所作とか声の出し方もなんか本来の動きになるからぶつからない。今ってこうやってバンってぶつかるんだけど、はい、それがちょうどその時になんか拾ってかわすみたいな、ぶつからない世界に、はあ、そう、そう、でも上手いことになってる。なってる。まあ、その辺のところも、例えば今まではこうちょっと重くなってたけど、スグル君としていろんな人には伝えてた、きた感じなんですか。伝えてきたんだけど、喋ると、うん、語ると硬くなるんですよね。今の言葉使うから。語ると硬くなる。そう、言葉が硬いから。はい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 。このなんか雑誌に書いてあるの、すごい頑張って、編集長がすごい頑張ってくれて。編集長が頑張ってくれたんですよ、これ。超頑張って、本当はうまくまとめてくれたんですけど、もうね、やっぱ硬くなっていく、どんどん。硬くなるんや。視点が集中しちゃうから、はい、余計わかんなくなる。考えさせる。ここでね。そうそう。でも一応世界は考えない世界だから。考えない。感じる感じ。感じる感じ。そう。おお。みんなブルースリーみたいな感じ。みんなブルースリー。そう。はあ、うん。感じろみたいな。感じろみたいな。はあ。これ結構20世紀やけどねこれね。はあ。20世紀。なるほどね。なるほど。感じる。あ、いやでもなんかわか、言うてることわかりますわ。その感じることの大切さみたいなのね。で一応脳もちゃんとあるから使うんだけど、うんうん、なんかなんだろうね、ペンとかと一緒、はい、からこうやってペン、ここにペンがあったら分離してるじゃん、はい、なんか自分じゃないじゃん、うん、じゃあやっぱり自分っていう人もいるかもしれないけど、自分、うん、自分じゃない、ない感じですよ、うん、ちょっと自分かな、ちょっと自分かな、そうちゃうかな、うん、まあそのぐらいですよね、はいはいはい、それ脳みそがそうなってるの一部に、はい、だから支配もされないし、もともと共有するものの情報は、うん、はい、だから科学のデータも牛耳らないし、はい、全開放だし、はい、考えというものは自分のが所持しているものだと思ってないんですよ、ほー、でアイテムとして、はい、いやこういうちょっといいの持ってるんだよねって見つけたんだよね、はい、みたいな感じで考えを使って喋る、はい、ここではこういうシステムでこうなってるんだよねって、はい、で別にペンが壊れたり、はい、なんかちょっと最初筆が流行ったけど今、うん、マーカーペンが流行りだしたら別にこれはもういらないよ、はい、今までの概念はいらない、ああそうかそうか、こうどん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 新しいものが出てきて、いらなくなる古いものが出てくる、そうそうそう、その循環が早い、あそれが極端に言ったら1秒1秒ぐらいで、はあ、さっきまでこれめっちゃいいって言ってたのに、はい、なんかふと思った、でもあれめっちゃいい気がするってカラーペンとか出てきたら、はい、カラーペンね、そうそう、カラーペン次のやつ、これがいいって一瞬思ったらもうこれ捨ててるんですよ、うん、おで捨てると同時に誰かが受け取ってて何かが変わってて、あ、もうこっちのこと考えてない、循環そうやってしていく感じ、そう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 、しかもものすごい早くて、はい、考えない、無意識に物が飛んできたらこうしますよね、はいはい、こうね、はい、こうやってするぐらいの自然な感じでこうふわって投げる、ほぉーどんどん分からなくなってきましたねでもね、なんかね、これ言うてるね、なんか奥の深いことはね、なんか伝わるんですよ、これちょっと僕はまだね、思考多分使ってるやつ、理解しきれてないけど、うん、だね、大きな部分では分かります、考えない、なるほど、うん、そんな感じで、うん、今こっちで体験体験学習、体験学習、人間が始まるらしいから、はい、どうやって人間が始まる、そう、なんかね、ちょっとまだよくわかんないんだけど、はい、まだ始まってないんだって、え、まだ始まってない、これ真誠の人間じゃないんですか、これまだ、ね、そう、人間じゃなくて、うんうんうん、ティエって言われてて、ティエ、うん、縛られるみたいな、調べたら意味だったんだけど、そこティエってどんな感じで書く、普通にカタカナでいい、カタカナで普通にカタカナでティエでしょ、ティエで出るかな、分からんけど、なんかいろいろ調べたら、はい、そうなって、そうで縛られるとかって意味、うん、意味がなんかそれっぽいなと思って、はいはい、そうで、新しい人間がキディなんですよ、あ、そのキディ新しい人種というかがキディ、そうそう、始まった時の人間をキディって呼んでて、そこからもじって、はい、イチゴでは
スグルの名前をキリって付けられてて、はあ、始まりなんや。そうで、名前もリンクしてるから、うん、なんかあるでしょうと思って、はい、ちょっと調査中調査中調査中でございます。いろいろ分かる方ぜひ報告していただきたいと思いますし、うん、で、セラさんの方、なんでこうセラさん、セラは、うん、名前ね、はい、なんかその意味はまだよく分からないよね、はい、勝手に出てきた、うん、出てきた、あ、降りてきたみたいな、書いてたら文字が出てきて、で、読み方見て、あ、なんかセラって言って、おセラだ、それでキリとセラ、キリとセラ。これちょっと気になるんですけど、小坂くん、これ弾いてるの、これ声なんなんですか、これ。これね、ペロ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 、なんか音鳴ってますけど、ね、ライヤーとか、あともう一つ言い方が違うの、はいはいはい、なんとか、ゲゲね、何だっけ、ゲート、違う、なんかあるの、うん、なんかある、そうでもない、ライヤーじゃない、ライヤーじゃない、子供用の、うん、ミニバン、ミニバン、何かのミニバンだそうだ、ハープ、なんとかハープ、あ、ハープなんか、ハーゲンダッツみたいな感じ、ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツ、アイスでございますけど、さっきまでね、覚えてたの、まあ、後で思い出していただけたらと思いますね、はい、まあ、こう鳴らしながらね、でも、ちょっとこれからのね、ちょっとその活動をちょっとどんな風にされていくのかちょっと聞きたいなと思いました。そうそう、やっぱ基本はどんだけ真面目にふざけ切れるかってとこがテーマなので、真面目にふざけ切れる、そうそうそう、はい、あの作った感じでふざけようとするんじゃなくて、はい、自分のふざけてるところをいかに解放していけるか、ふざけながらも解放する、そうすると勝手に舞とか演技とか、はい、なんか体が動き出したり、そうそう、音鳴らしてみたり、うん、変化してみたり、そうそうそう、変化してみたり、うん、で、基本はベースの表現は音楽、あ、ベースは音楽なんですね、うん、そして歌うことも今後ある、演奏することもある、ほー、うん、で、めっちゃ巻き込む感じで、はい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 、そう、なんかお茶会っぽい感じで、それをそこでバーってやって、はい、お話ししながら、うん、てる感じかな。なるほど。まあそれも今後何やっていくかもまだ分からんみたいな、そうそう、感じですかね。とりあえずなんか関西方面の流れが来てるかな。これでもね、これ地球においてやっぱこのピンポイントも日本で関西なんですか。え、どういうこと？いちごは関西で。うん。もう関西で活躍する。うん。流れが来てる。そうそう。神戸、舞鶴とか神戸とかもだし、はい、こっちら辺。で、いちご、いちごで動こうとするとこっちに引っ張られる、あ、あ、いちごで動こうとすると引っ張られるんです、はぁ、面白いそれ、そうそう、とかこっちかなと思って、なんかしっくりくるしね、うん、音楽してるかもしれへんし、うん、歌ってるかもしれへんし、うん、漫才してるかもしれへんし、みたいな、そうなんかそういうコントみたいなのしようかな、あ、コントもしよう、まあ、ちょっとシュールな感じの、はぁ、じゃあ M1 かなんかね、また出てもらって、うん、いろいろぜひ大活躍していただけたらと思います、うん、M1 は出ないけど、 M1 は出ないけど、うん、そうでございます、あ、ちょっと違うもんね、ちょっと違う、ね、M1 の枠には入れなさそうです、ね、入れな、そうでございますので、まあ、ちょっとこの後ね、ちょっと一旦 CM の方行きまして、また続きのお話聞いていきたいと思います、それでは一旦 CM です、お願いします。もう終わりなの？もっとしてほしいよ。もうちょっとだけ。ね。耳元でささやくような声ってどう歌えばいいんだろう。先生知ってる？ちょっとやってみてもいい？ということでね、本日キリとセラのいちごのお二人に、来ていただいております、ということでね、ホームページとかでもこれ今撮影中だったりするんですかね、はい、一応ね、アドレス作りかけてるところ、うん、だあるんですけどね、そうでございますので、これちょっとね、オンエアでこれ間に合うか間に合えへんかね、間に合ったらぜひ、見ていただけたらと思いますし、まあ、間に合える場合もありますんでね、その場合はまあ、すぐるくんの方のホームページ、
すぐる .me の方を見ていただくか、もしくは、のちゃんの方の、のぞみの暮らし、見ていただけたら、そちらの方もね、もう削除してる、削除してなくなってるそうでございます、そんなね、お二人でございますので、うん、まあ、あと他に活動はもう例の美人研究所の方はそうそうよろしかったりしますか。いちごの中で美人研究所っていうのもしてて、はい、それもね、いろいろやってます、はい、本来の美しさが溢れ出るためにはどうしたらいいか、で、肌が超綺麗なんですけど、そう、めちゃめちゃ肌綺麗んですよ、消毒ぐらいの肌、消毒ね、消毒じゃない、いやいや、まあそんな美にまつわることもね、実はそのイチゴとしても、うん、こう一部でその大事でされてるそうでございますんでね、まずちょっとね、そちらの方で、探していただきまして、あとね、個人のフェイスブック含めて、あとインスタの方、はい、あ、そう、インスタ、インスタ始めました、はい、これ検索はどんな感じで、イチゴ、あ、イチゴで始めたんや、はい、あ、イチゴ、イチゴドットキリ、はい、ドットセラ、セラ、ちょっとまあ適当にだそうでございます、これぜひ、まあ、見てください、検索していただいて、まあ、唯一いちごの手がかりを得れるのはこのインスタだそうでございますので、ね、だんだん普通の人間になってき、ておりますけど、ね、バレちゃいます、っていうね、感じでぜひね、これからも大活躍、お祈りしております、ね、最後ちょっとお二方からもう残り30秒ぐらいですけど、なんかメッセージ見ていただいてありますか。呼んでくださいどこでも行けます、どこでも行けます、呼んでください。そもそも何すんのか分からないけど呼びようもないと呼びようもないんですけどね、これに何か感じたら、うん、はい、あ、これに感じた、そうそう、考えについて感じた方はちょっとアクセス、うん、そう、感じる人は多分ものすごく感じるから、いちごの人だと思う、なるほど、うん、その人はいちごの人、なるほど、ぜひ感じた方もね、アクセス、インスタの方からしていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ということで、また来週も見ていただきたいと思います。今週も見ていただいてありがとうございます。また来週。